競馬ファンもすぐわかるガールズ競輪講座。はい、この番組では函館競輪場で6月28日から30日まで開催されるミッドナイト競輪ガールズダブルトーナメントオッズパーク杯に向けてガールズ競輪の魅力を伝えてまいります。私今本業は競馬評論家ですけども、競輪は客として30年やっております須田孝です。よろしくお願いいたします。そして、競馬わかるけど競輪わからない典型的な人としてこの方にお越しいただきました。どうも、本当に競輪をわからないです、稲戸美奈穂です。よろしくお願いします。オッズパークはね、競馬の仕事はつい地方競馬の、はい、まあ、この機会にね、ちょっと競輪、ガールズ競輪覚えていただきたい。そして稲戸美さんの講師に素晴らしいお二人をお迎えいたしました。元ガールズ競輪選手の高木真紀美さんと田中真由美さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。高木さんはめっちゃ強かった、一番でかいグランプリでも、その絶頂期に引退なさいました。はい、はい、もうずっとやっぱりその賞金女王になるっていうガールズグランプリを目標にしてたので、まあ、それを達成して今は違う目標ができたので引退しました。あれ、今は何の目標があるんですか？今はもともと動物が大好きだったので保護犬とか保護猫の活動をしたくてそっちの仕事を頑張ってます。だから T シャツにドッグとキャットがいるんですね。はい、ドッグ全然、キャット全然。全っていうのは流しのことです。ギャブル大好きです。あ、そして、田中さんは、うん、ガールズの1期生なんですけども、ガールズ始まる前の、まあ、その自転車ユニットみたいなヤヒコル の、の時からのだからもうガールズの歴史を全部経験してこられた。すごい、はい、しかも最初モデルさん。モデルですか？競輪のキャンペーンガールをやってました。全然違う職種じゃないですか。そうですね、最初はもう大変だったんですけどもう体作りから始めましたね。え、じゃあもともと運動とかも？運動は陸上やってたんですけど10年ぐらい空いてたのでまた基礎体力を作ることから始めて選手になりました。いや、すごいですよ。だってプロスポーツ選手になったわけですから、それでね。いや、すごい。でも経験値すごいですから。まずその漢字の競輪との違いからわからないですかね。全くわかんないですよ。だってガールズ競輪と普通の競輪っていうのはよく見ますけど、はい、高木さんちょっとまずそのルール的なこととか。はい、あのガールズ競輪っていうのはまず男子は9社で9人で行うレースもあるんですけれども女子はもう完全に7人で行います。でルールだったり使ってる機材もオリンピックに準じてやってるので国際ルールでやってるガールズ競輪と普通の競輪がちょっと違ってます。うん、へえ。田中さんがとは、なんか補足することありますか？そうですね、男子はあのチーム戦あのラインっていうのがありまして、はい、地区で一緒にこうラインを組んで戦うんですけど、うん、ガールズは個々で戦います。あれ、競輪といえばもうラインでしか分からなかったんですけど、はい、ガールズはないんですか？はい、ある意味駆け引きは複雑なんですよ。ライン3つだったら3チームの対決みたいな感じですけど、うん、7人は7人で分かりやすい面と、まあ、より予想がこう歯応えがある部分と両方あると。男子の自転車との違いって田中さんだいぶ違うんですか？はい、男子はあの黒森っていうのを使うんですけど女子はカーボン製のフレームを使ってます。へえ、それはなんでですか？競技で使うのでもうとても軽くてスピードが出る。はい、なので女子でも迫力のあるレースができますね。うん、すごいですね。そのガールズ競輪の開催がですね6月28日から函館競輪場でミッドナイト開催で行われるんですけれども、うん、田中さん、ミッドナイトならではの特徴、はい、まあ、まずミッドナイト開催そのものからですかね、はい、ちょっと教えてやってください。もう名前の通りミッドナイトはあの夜の8時半から11時半までのレースになります。遅いですね。はい、あの無観客なのでネットでしかあの車券は買えないんですけどあのとても分かりやすくって競争得点順に車番に並んで走るっていうことです。一番車から強い順に並びます。へえ、なのでとても買いやすいですね。ちょっと分かってない用語あったんじゃない？あった、はい、なんとか得点、競争得点、競争得点、はい、何ですかそれ？直近4ヶ月の得点、競争を走った時の得点を書いてあるんですけど、はい、その順に1番車から7番車までなっていて、あの1番車が一番強い選手になってます。分かりやすい。競馬へと枠順とかがね決まったりして、はい、そのまま走ったりしますけど、うん、得点順になってるんですね。はい、そうですね。ミッドナイトじゃない開催はガールズもあの
競争得点とシャバンはリンクしてないんですけども、ミッドナイトはこれ、まあ、男子も、基本競争得点順に並べて、まあ、この競争得点ってランをこう見比べなくても1が一番強いんだなっていうのが分かりやすくしてあるんです。あ、これ嬉しいですね、はい、ミッドナイトの競輪独占の時間帯に他の声競技から来た人とかにも、あ、この人強いんだってすぐ分かるようにしようという仕組みになっております。それとですね、今回の函館競輪の開催なんですけど、ダブルトーナメントということになっておりまして、ちょっと通常の開催と違います。高木さん。はい、今回の開催はガールズの A チームと B チームに分かれてレースを行うんですけれども、最終日に決勝戦が2つあるっていうような開催になります。へー、はい、普段の開催では1つのトーナメントしかないんですけれども、今回はその倍あるので、わ、はい、楽しみも倍かなと思います。最高ですね。はい、やっぱりガールズを特に買いたいという競輪ファンの方もいらっしゃいますので、普段だったらまあ全体の7レース9レースのうち2個しかないやつが、今回は毎日4個あるということで、まあ、本当にガールズ競輪を始めるにはいい機会かなというふうに思います。まあ、ちょっと本当に基本の基本でしたけども、はい、ここまでは稲富さん、いや、むちゃくちゃ成長しました。私 LINE しか知らなかったんで、はい、しかも LINE が何かも分かってないのに LINE の言葉だけ知ってた。 LINE だけ知ってた。 LINE とかじゃなくてあるあるだよね。はい、そうだと思います。経営分かんない経営はあるあるだよね。でも基礎が今できたなと思いました。はい、はい、ですので、この次の動画からさらにですね、詳しくガールズ競輪に知っていただこうと思います。はい。